皆さんこんばんは。8時になりました。ランネのウィークリーベースボール。はい、この番組は FM ルピナスが 86MHz YouTube で毎週月曜日夜の8時から30分の生放送と言いますが、こちらは収録放送になります。そして南大塚駅すぐのスタジオで本来なら番組観覧ありにてお届けしております。本日はゲスト回です。イエーイ。はい、なのでゲストについてね、ちょっとどんどん聞いていきたいところではありますが、まずは私、改めましてパーソナリティを務めさせていただいております。浜にも流れる天の川、織姫爆誕、いつかアマウンド100マイル、ランネこと笠井蘭です。よろしくお願いします。はい、2022年からオリックスを中心にプロ野球にハマったタレントが、野球がわからない人にも良さを伝えていき、今のプロ野球に関わることを学んで発信して成長していく教育や野球情報番組です。はい、そして皆さんから野球に関する質問や私たちへの応援メッセージ、また番組で取り上げてほしいお題やご意見を募集しております。 YouTube のコメント欄、そして Twitter ウィークベースボールにて公式アカウントですね、お待ちしております。皆さんお待たせしました。本日のスターティングメンバーを紹介いたします。ごめん、登場曲用意してないんだ、ごめんね。みんな1番ピッチャー菅原ありささんです。はい、皆さんこんばんは。楽天イーグルス系女子タレントの菅原ありさです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして愛も変わらずベンチスタート局長の片山さんです。はい、愛も変わらずベンチスタートで今日も見守ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでやってまいりましたゲスト会。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、もうなんか突っ込みたいところね、多分普段イーグルス女子が来ることあんまりないのでこの番組。そうなんですよ。なので、はい、ちょっと多分いろいろ皆さんも聞きたいことはあると思うんですけど、うん、じゃあランネがちょっとどんどんね聞いていこうと思うんですけど、まずなんで1番ピッチャーなんですか？はい、もともと私バレー部で9年ぐらいやってたんですけど、おその時の背番号が1番でキャプテンで、はいはい、キャプテンだったんですか？そうなんですよ、レフトで、それで1番で、うん、なんかサーブが得意で、一番最初に向こうにボールを、そう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 、はいはいはい、送るやつね、うんうん、そう。でそれで25対0で試合勝ったことあって。25対0、そう、1点も取れなかったんですか相手に。バレーの番組になっちゃう。すごいですね。へえ、はいはいはい。それでね、まあ、私が23本連続サーブ決めたのよ。20、どういうこと？25分の23ってこと？そう、最初の2人はね、別の人がこうポンポンで、ほら順番にサーブ回ってくるから、はい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 、1人打って2人打って、で私が3番目で、はいはい、それで23点取って、はいはいはい、勝ったから、打つのが好きだから、はい、最初の投手が好きで、あーなるほど、そうそうそう、うまいうまいうまい、そうそうそう、レフトだしポジション、うん、だから、うんうん、攻めるタイプなんで、ちょっともう投手で、それで、はい、よかった、ちゃんと理由があったんですね、はい、結構高校野球とかだとピッチャーが打席立つ時って大体9番というか後ろの方に行くイメージがあらねはあったので、そうか、だからなんで1番なのかなと思ってちょっと聞かせていただきました、うんうん、はい、はい、で多分今皆さんちょっと今もうすでにギャップを感じていると思うんですけど、結構ふわふわしてません？でもこのビシバシやるタイプなので、今日ねこちらの番組に出演していただいたので、いっぱいねいろんなお話をねしていけたらなと思います。はい、はい、ということでユニフォームについてちょっと触れていこうかなと思うんですけども、うんうん、はい、まあ、今回私はごめんなさい、胸さんじゃないんですけど、さっきねアリサさんにもちょっと触れていただいたんですけど、田島さんのユニフォーム、ビジターユニを着ております。そしてアリサさんは、はい、私はですね、はい、これ実は後ろに名前が入っていて、はい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 、あ、すごい、アリサって書いてある。皆さん924、これ何ですか？こちらは私の誕生日なんですけど、ファンの方がこれ誕生日の時にプレゼントしてくれて、うん、あ、誕生日じゃないか、誕生日、うん、そのなんか記念にプレゼントしてくださって、はいはいはい、作っていただきました。すごい、特注ですよ、はい、こういうのできるんですね、なんか名前カスタムして、ね、そうそう、すごいよね、番号もすごい、924ってさぞベンチすぎるというかめちゃめちゃ3桁どころじゃない1000に近いみたいな確かに、でも私も5月なんで524になるんで、あ、そしたら日付一緒ですね。本当だ、すごい、偶然、すごい嬉しい。524誰かランネちゃんにプレゼントしてください。うわ、うまいですね、商売上手でございますが、はい、まあ、ちょっと商売上手な話をちょっとしてくださったので、はい、まあ、この番組でですはね、うん、
ね。これ前回、前々回も、前回ぐらいにもやったんですけど、この番組でですね、はい、オンラインチェキというものが販売中でございまして、普段ランネーが放送してるときはピンチェキといって一人だけのチェキになるんですけど、ゲストさんがいらっしゃったときは、私と今回はアリサさん二人のツーショットのチェキ、なおかつ二人のサインが入ったチェキを枚数限定で販売という形になっております。全部で13枚用意しているので、よかったらぜひゲットしていただけたらなと思います。普段チェキって撮りますか？普段はそうですね、オフ会やらせてもらっていて、仙台で、その時にね、はい、ちょいちょい撮らせてもらってます。お、じゃあ皆さん、はい、そもそも仙台っ子というか宮城っ子のアリサさんが埼玉に来てるわけですよ、なのでお邪魔してます。記念にね、はい、ぜひねゲットしていただけたらなと、はい、はい、思います。チェキね、本当に各種方面から多大なる応援になりますのでね、ありがたい、はい、ありがたい、ぜひお願いします、はい、ということで、まず私結構この番組オフシーズンに入ってから結構ゲストを呼ぶようにしていて、今までオリックスファンのインフルエンサーさん2人、そしてあこちゃんという同じイーグルス女子の子がゲストに来ているんですけど、2人の馴れ初めの話をちょっとしようかなと思うんですけど、私は実はその1月22日の放送でゲストとして来てくれたイーグルス女子あこちゃんがきっかけで、実は私はアリサさんを知りました。はい、であこちゃんとアリサさんってどうやって出会ったんですか？あのね、沖縄のキャンプで出会ったんですよ。え、宮城じゃなくて？そう。え、沖縄のねキャンプで私がこう一人で行った時に、はい、木のちょっと待って、一人でいたんですか？一人で行ってた回があって、はい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 、キャンプ何回か試合練習試合行ったんだけど、はい、1日2日ぐらい一人で行った時があって、その時にね、写真撮るために、はいはい、木のところに、ね、こうカメラをこう立てかけて、はいはい、でこう写真撮ってたわけですよ。おーおーおー、なんかやってたら、うん、あこちゃんが、はい、大丈夫ですか、気づかれたの、撮りますよ、撮りますよって、そうそう声かけてくれて、そこからそう。うわ、でも確かに木に立てかけてめっちゃ自撮りをしている人って普通の人ではない、うん、あ確かに。もしかしたらあこちゃんも普通にモデルさんとか、うんうん、多分タレントさんだろうなと思って、多分、うんうんうん、ね、声をかけたんだと思うんですけど、そっから、ね、そっから、あ、GoPro だったのかも、GoPro かな。いや、GoPro の時点でもう確かに撮ってあげたくなりますもん。そうそう、確かになおさら GoPro だったから、うんうん、誰なんだろうってなったのかな。で、次の日、はいはいはい、かな、浦添のヤクルトのほら球場に連れてってくれて、はいはい、え、2人で行ったんですか？そう、イーグルス女子ですよね。そうイーグルス女子だけど、そう、休みだったんですか、その日は。その日はね、楽天対ヤクルトの試合があって、うん、あ、だからヤクルトの球場の方に。そう、それを一人で行く予定だったんだけど、はい、あこちゃん一緒に行くことになって、そうなんですよ。何がすごいって、二人ともお互い一人ずつで行ってるってことですよね、うん、きっと。宮崎じゃない、沖縄か、沖縄のキャンプに。まあでも一人で沖縄キャンプ行くぐらいだから、うん、多分相当好きかなって思うんですけど、うんうん、いつ頃から好きなんですか？好きになったのはね、2014年、優勝したじゃん、楽天イーグルス。あ、そっからですか。その次の年から、はいはい、おー、あ、その次ね。そのタイミングじゃなかったんだ。そう、優勝してさ、すごい盛り上がってたわけよ、はいはいはい、宮城県全体、東北が、はい、はいはいはい、はい、なんぞやなんぞや、野球、うん、みたいな、うん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 、なんか盛り上がってんぞってなって、気になって、うんうん、次の年からね、行くようになったんですよ、うんうん。でもそれってもう、もともと宮城県って自分の出身地が好きだったからこそ多分出た行動かなって、本当にそうそう思うんですけど、そっからどっぷりハマったんですか？そう、結構そっから行くようになって、でちょっとね、休み期間があって、おお、野球を見ない時期ですか？そう、野球見ないお休み期間経って、そのなんか鈴木大地選手がやってきてて、はい、あ、そうそうそう、名前だけは聞いたことあります。涌井選手がやってきてて、はいはいはい、なんか全然メンバーも変わってて、うんうん、で今ですね、あ、今に至る、そうそう、 YouTube とか撮ったりとかなんだりしてて、はい、うんうん、そうそう、野球好きっていうのが広まってきました、うん、そう、うん、今野球の話をね、今ずっとしてるんですけど、実は一回ね、はい、一緒に観戦も行きまして、はい、そう、草薙球場というコアなところに、そう、楽天モバイルパークでもなく、京セラドームでもなく、はい、そう、二人で、ね、しかも一軍じゃなくて二軍戦でしたよね、あの時はね、うんうんうん、そう、草薙球場
地方球場なので、そう、ランネーの運転で助手席に美人を乗せて連れててもらいました。行きました、はい、結構でも正直緊張してました、うん、最初に。なんだろう、普段私もどっちかっていうと一人で見に行くか、うん、まあ、リアルのお友達、高校とかからの、うんうんうん、要はずっと仲いい友達と行くことが多かったから、うんうんうん、こういう同じように、うん、なんかインフルエンサーさんというか、うんうんうん、こう発信者さんと見に行くのめちゃめちゃ緊張しました、うんうん、実は、そうだ。でもすごい気使ってくれて、なんちゃんいつもね礼儀が正しくて、うん、いや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 、すごい優しくて、カキおごってくれたんですよ。そういえばそうだよね。そうだね。そう、球場飯ね、いつも私は結構、はい、動画撮るのもあるので、うんうんうん、こう結構球場飯一緒に巡ってもらったりとかして、あとマスクがあの時は必須でしたよね。そうだね。そう、まだコロナがどうだろうっていう時期だったので、その草薙球場行った時期が3月だったかな、うんうんうん、そうだからマスクが一応必須かな、かどうかなぐらいの時期だったんですよ、うんうんうん、であろうことか私マスクを壊してしまって、そうでオリックスのマスクを買うっていう、はいはいはい、のにもついてきてくれたくらいすごい、ね、優しいし、はい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 、ですよね。あとはランネの X を多分見てくれてる方知ってるかと思うんですけど、うん、ランネ、あの選手名鑑をやっぱ二軍戦だと選手って結構分かんないこと多いじゃないですか、持ってたね。そう持ってて、うんうん、で、まあ、楽天に関してはマリサさん本当にすごい分かるので、うん、もう教えてくれたんですけど、自分の自チームですら怪しかったので、うんうん、でもめっちゃ一生懸命開いたのを、うん、あの球場に抜いてもらって、うん、カメスクリーンにね、そう、それを投稿した時に隣にいたのがアリサさんです、皆さん。しかも多分あれ絶対アリサさんを抜いたはずなんですよ。あのイーグルスの球場だから、はい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 、そう、アリサさんを抜いた隣にいる私がめっちゃ選手メーカー見てるっていう。あとチョコバナナもね食べてたよね。あ、そう、あれはもうなんかそろそろ来るだろうと思って、うんうん、どうせ抜かれるならちょっと面白いポーズしようと思って、うんうんうん、でチョコバナナを食べずにずっと持ってこうやって待ってたらね、うん、ちゃんと、ね、あの日はね、多分アリサさんとても結構抜かれること多いですか、うん、球場で。そうなの、なぜかね、うん、抜かれちゃうんだよね。いやもう美人だからです。そうだからランネ、ちょっと今シーズンまたね、うん、アリサさんと一緒に見に行って、うん、一緒に勝手に抜かれようかなと。そうですよ、ちょっと小ネタ仕込まないと、ね、確かに。そうだね、そう、選手メーカーとチョコバナナやっちゃったから、うんうんうん、それ以外なんか面白いの用意してもらってね、今度牛タン串ぐらいね、はい、牛タン宣伝してもらって、ね、出そうかなと思います。はい、お願いします。はい、で今ね結構宮城の話、はい、そして楽天の話したんですけど、うんうん、推しの選手、うん、教えてください。推しはね、みんな知ってるかな、あら35番の島内、はい、ここ広明選手、島内勝利の一打、あの島内がね好きなんですよ。いや私その草薙球場行った時に、はいはい、応援、その時あの応援歌、うん、歌っちゃダメっていうルールはなかったんですね、うんうんうん、そうだからそうだ、ね、こうさりげなく隣で島内さんが出てくるたびに歌ってて、それで私実はアリサさんきっかけで島内さんの応援歌覚えた。おお、今歌ったもんねちょっとね。あの楽天の唯一歌えるのが結構なんかオリックスファン島内さんの応援歌歌える説多分あると思うんですけど、私はあのごめんなさい皆さん、アリサさんのせい、うん、アリサさんのせい、私のせいね。その時すごい調子良かったですよね、確か。よかった。そうで負けました試合、確か負けたかも。そうかも、オリックスちゃん負けました。そうかも、そうそうだ、勝ったんだうちが、そう、勝利の女神でした。そう、懐かしい。いやー、柿自分で買えばもしかしたら、ね、あやかったからかな、柿のせい。なんてね思います。はい、はい、ということで、うん、まあ、今イーグルスの話中心でずっと話してしまってるんですけど、うんうんうん、普段の活動についても聞いていきたいのですが、もともと何されてました？もともとね、あの東北新幹線車内の、あ、もともごめんごめん、タレントの前の話言っちゃった今。今ごめん、めっちゃ、ま、アナウンサーで、アナウンスでもしてたみたいな。待って、それは言っていいやつですか、ラジオで。全然大丈夫。めっちゃ気になります。車内アナウンスもしてた。え、新幹線の中で。え、やってたやってた。あの、本日も東北新幹線にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。本日のおすすめ商品はみたいな、この列車ではワゴン販売がございますみたいなの言ってました。そう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 、しかも今何もないんですよみんな、あの台本もなければカンペもないのに本当に身に染みついてた。そうだね、そうそうそう、やってた。仙台メーカーな、笹かまぼことか売ってた。
笹かまぼこ買った、うん、買えたんだ新幹線の中でその驚きもありますけどすごい、そうそうそう、やってて、うん、でも私の担当は東北新幹線のグランクラスっていう客室があるんだけど、はい、いい席、そうグリーン車両よりもいい席で、うわ、そう VIP の車両があるんだけど、そこでね接客の仕事してたのもともと。どれぐらい違うんですか、 ランクというか内容どういう風に違うんですか。なんか内容は、ま、うん、金額はグリーン車の金額プラス5000円なんだけど、高っ、私人生でグリーン車乗ったことあるんですよ、うん、新幹線の、うんうん、高って思ったんですよ、うん、それプラス5000円ですよね、高っ倍ぐらいだよね、東京仙台だったら、うわ、うん、普通の列車の倍ぐらいするんだけど、はい、軽食お弁当と、うんうん、今ちょっと変わってるかもしれないんだけど、うんうん、お弁当とあとお酒がね飲み放題だから、ドリンクも、じゃあなんか食事代がプラス5000円かかったくらいの感覚ですよね、うんうんうん、そう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 、あとアテンダントがついてブランケットを用意したり、うんうん、新聞も車内に7種類ぐらいあって、うわすごいたくさんある、そう、全部日刊スポーツ、あ日刊スポーツは人気だった人気だった日刊と経済新聞すごい人気だったすごい本当にこれが出てくるのがすごいじゃあ本当に、うん、全然もう本当に野球に興味ない時代ですね、うん、そこはね、そうそうそう、うん、あ、うん、そうだね、うん、そのぐらい、あんまりそんなにハマってない、そんぐらいからかも、うん、そうだね、うん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 、あ、でも、うん、選手、そうだね、ちょいちょい見てた、優勝した年ぐらいがちょうど、うん、あの働いてた、してた、そう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 、それこそじゃ人も多かったたんじゃないですか、乗る人とかもね、多かったね、優勝した時もすごい盛り上がってて、うわ、そう懐かしい、そうそう、そのね、うん、仕事を経て、うんうん、4、5年ぐらい前からタレントの仕事始めたんですね、はいはい、はいはいはい、そうね、まあ、グラビアアイドルから始まって、あー、グラビアアイドルちょっとだけやってて、はい、あら、であら、その後に想像つかないイベント MC、うんうん、で歌手の経験を経て、今はモデルと女優業と、うんうん、あとはラジオパーソナリティ仙台の方でやってますね、うんうん、そう、後でね最後の方で告知聞くので、はい、皆さんよかったらその時に、ね、あのメモ用意して、今からもメモ用意しといてねそう、すごい、そうそう、そんな感じ、多岐にわたってね、いろんな活動されてて、はい、そうですね、ね、うんうん、もちろんあの、はい、仲良くさせていただいてるので、私もアイリスさんの活動、やっぱインスタとかの告知を見て、うんうん、わすごいなって思ってるんですけど、はい、あの多分みんなが何気なく見てるテレビの再現とかにもしかしたらいるかもしれない、あ、いるかも、本当にすごいんですよ、溶け込みがもうプロなんですよ、そう、溶け込んでるのがプロじゃないですか、もうこの人何々さんだって思うのが再現じゃないじゃないですか、このあり方というか、そう、それも本当にラジオでは多分おそらく自分らしさを出しているとは思うんですけど、そう、すごいねプロだなーなんて思いつつ、はい、はい、ということで、ぜひぜひ広告もね、いろいろただ刺してもらってるので、うんうん、あ、うん、埼玉だと、うん、読売ランドプールの、あ、そう、そう、神奈川ね、ちなみに、ごめん、神奈川だっけ、ごめん、まあまあ、ニアピン賞、神奈川だから、ごめんなさい、そうなんですよ、読売ランド、皆さん知ってますよね、だって、めっちゃ喜んじゃった、今、そう、ランネポスター見たんですよ、写真撮るの忘れちゃって、そう、その時めっちゃ具合悪くて、あ、そうだったんだ、そう、でもたまたま通りかかったんですよ、うんうんうん、そう、で、あれ、私待って、読売ランドのポスターに知ってる人見、え、と思って、そしたらアリサさんなんですよ。そう、あれ本当にすごい。そう、とかかな、うん、東京だとね、そう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 。すごいです、本当に今す、一番声出た。はい、はい、というね、はい、まあ、赤ちゃんとの運命の出会いの話とかもいろいろしてきましたけども、はい、そういえば、うん、これめちゃめちゃそういえば話なんですけど、うんうん、オフ会をさっきされてるって話してたじゃないですか。で、まあ、うん、何年から見ると、うん、オリックスファンで有名なインフルエンサーさんってビーモリルさんのイメージが強いんですね、うんうん、そんなビーモリルさんとオフ会してましたよね。あ、そうです、そうです、それもご縁があって、はい、多分してたと思うんですけど、うんうんうん、どんな感じでした、もうみんな応援歌ガンガン歌ってるみたいな。そう、めっちゃ盛り上がってて、そう、今までにないくらいの盛り上がりで、うんうん、あの人すごそう人数も多いし、うん、トータルで50人ぐらい来てくれたんだけど、うん、すごい、なんかもう私やるときいつもこうゆったりまったりこう、うん、あー、うん、あー、
ふわふわみたいな、そうそう、試合観戦とかの時はね、そんな感じなんだけど、うん、もう、うん、がっつりもうすごい歌ってて、うわ、なんかもうエンターテイナーでしたね、さすがの。それをなんかその空間にアリサさんがいるのがめっちゃ面白い。多分そのやっぱりファン層ってあって、うん、多分アリサさんのファン層は多分アリサさんにちょっと似てる感じというか、うん、だと思うんですけど、多分モレルさんのファンはモレルさんに似てる感じだと思うんですよ。やっぱ現地に足運んでるくらいなので、北海に。なんかそこが混ざり合ってるその空間をなんかちょっと端っこから見てみたかった。なんか私もお客さんと化してた、こう。あみたいな。またお任せしちゃってたもん。全てを。でもそれを回せるぐらいモレルさんもすごかったってことなんですよね。そう、本当にすごかった。しかもその日、うんうん、アクシデントがあって、あらら、試合時間がなんと1時間45分遅れるっていう。雨でしたっけ。あのね、あ、届かなかったの、ものが。オリックスのさ、あ、すいません、どっかから移動、あれですよね、オリックスと楽天が多分どっかで前の試合してたのかな、ちょっと忘れちゃった。なんか、ね、あれですよ、私覚えてます、それ衣装、衣装、衣装って言い方絶対違 う, う ユニフォーム、アイドル出てる。そう、ユニ衣装届かなかったのね。多分ユニフォームじゃないですか。それめっちゃ覚えてます。バットとかじゃない、なんか機材、ね、なんかね、大事なものが、うん、大事なものが届かなくて、それを待ってたら、でも絶対運転してるトラックドライバーさ、うん、大焦りですよ、ね、自分が積んでるものがそう、ね、俺しないみたいな、やばいやばい、ね、何をつけたらなんかやばいみたいな。じゃあその分、じゃあオフ会もね、うん、皆さんと過ごす時間も長かったんですよね、うん、長くて、ね、そうそうそう、それまでにつないでもらって、モレル君に、うん、そう1時間半はつないでるのすごい。そう、応援歌歌ってもらい、つないでもらいっていうハプニングがあったのと、うんうんうん、その日島内がさずっと出てなくて、あらら、最初の頃、はいはいはい、試合でもその日に、うん、島内が一軍登録ってのと、うわ、絶対モレルさんのせいだ。ね、すごかった。本当にそんなオフ会だったので、ぜひランちゃんも次回、あ、ぜひぜひ、ね、今年に、うん、絶対行きたいです。もしね、あのオフ会するときは、うん、よかったら皆さん遊びに来ていただけたら、はい、気軽にどうぞ、すぐ来れるから。そう、ちょっとモレルさんみたいに歌うことはないと思うんですけど、それでもよければね、ぜひね、来ていただけたらなと思います。はいはい、ますじゃあ最後にこれ聞こうかな。うん、楽天モバイルパーク、はい、うんうん、まあ、宮城に住んでらっしゃるというか、はい、宮城を拠点、はい、宮城と東京を拠点にされてると思うので、うん、結構行くこと多いと思うんですけど、はい、本拠地なので、うんうん、なんかおすすめの、なんだろう、観戦席ってありますか？おすすめの観戦席、はい、あ、そうだね、私去年ね42試合行ったんですけど、やばいやばい、はいはいはい、はい、結構席には詳しいと思ってて、おお、おすすめか、なんかその時のね、うん、シチュエーションとか行く人にもよるんだけど、行く人にもよる、じゃあ、うんうん、カップル、カップル、はい、カップルで行くんだったら、なんかのほほんとしたかったら、うん、なんか芝生席ってあるの、へえ、外野、外野に、うん、芝生で見れる席があって、そこレジャーシート敷いて、うんうん、こうゆったり見れるから、へえ、そこもちょっと安いし値段、うん、おすすめかもしれない。あれですか、うん、遊園地みたいなところがある側、そうそうそう、観覧車の手前ぐらいにね、へえ、あって、そこワンちゃんとも一緒に試合見れる日があって、あ、見れる日があるんです、うん、普段は見れない、普段は見れないんだけど、そういう日もあるんだ。去年ね、2日間だけね、うん、ワンちゃんと見れた日があって、めちゃめちゃ可愛い。そうそうそう、席ワンワンいっぱい、ワンワンいっぱい、そうそうそう、本当にそんな感じで、そこね、おすすめかも。うわ、もうめっちゃ皆さんぶっちゃけた話していいですか、うん、実は台本に犬多いですよねって書いてあるから、ね、なんか何年も、うん、結構楽天モバイルパークってなんか犬のイメージがちょっと強くて、うん、でも多分それアリサさんの投稿の影響だと思うんですけど、ジーマン、そう、あのジーマンさんっていうね、うん、あ、3付きなのかな、犬ってもう3ですから、そう、ジーマさん、ね、フォロワー5000人ぐらいいるインスタグラマーのジーマさんですからね、そう、インスタグラマーのジーマさん、はい、そう、楽天、はい、モバイルパークによく遊びに来てる、うん、お散歩に来てるのかな、そう、お散歩をできるから、お散歩できるから、球場の外だったら、うん、公園になってるんだよね、球場の周り、あ、公園の部分はチケットなくても入れるんだ、うん、そうそうそう、入れるから、そこにお散歩に来てるの、うわー、じゃあもう一個だけ聞こうかな、うん、一番高い席ってどこですか、高い席、値段、値段、ハードルが高いところでもいいです、あ、もう席取れない、予約が取れなくて値段も高いところだったら、うん、あそこじゃないかな、やっぱりほら砂かぶり席っていうさ、じゃあ選手と距離が近い席、そう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 、もう目の前が選手っていうところはもうほとんど年間シートの方買ってて、うん、へえ、そう、買えるんですね、年間でね、そう、でも一席だけ多分、うん、一般の人買えるかも、たまに、へえ、
めっちゃレアで、一人に行くしかない。そう、いつもね、そこね、たまに見ると一席だけ空いてるところがあって、もしかしたらそこは買えるんじゃないかな。結構高いから、うん、みんなにとってハードルが高いかもしれないってことですもんね。そう、かな。あとはほらボックスで4階と5階にスポンサーさんの部屋があって、うん、そうガラス張りになってますか。ガラスがあって、うんうん、部屋があって、あ、そう、個室があるところ、うんうん、でそこで私働いてたんですよね、昔。何するんですか。接客のお仕事してて、料理運んだりとかですか。料理はね、運ぶ人は別にいて、うん、別にいるんだ。そう、私はお出迎えと、うん、お見送りと、うんうん、タクシー手配したりとか、そういうイメージ。コンシェルジュ、うん、あ、そうですね、コンシェルジュ、うんうんうん、すごい、やらせてもらってました。確かに今楽天モバイルパークについて聞いたら、ポンポンポンってすぐなんか返事が返ってくるから、本当にめちゃめちゃ好きなんだなって思うんですけど、うん、じゃあ、うん、そうだな、ランネート見に行くならどの席行きたいですか。ランちゃんボックス席でゆっくり、行ってみたい。いっぱいご飯を買って食べたいですね。じゃあお願いします。でもボックス席、はい、お高いんでしょ。一応はお高いと思いますね。あー、皆さんチェキ買ってください。お願いします。ぜひぜひ。今回の分がもしかしたらね、はい、次の次回のカンパに野球観戦のカンパになるかもしれない。はい、ということでね、はい、いろいろ聞いてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして本当に、うん、本当はもっともっと聞きたいことあるんですけども、別れがね非常に惜しいですが、お時間になってしまいましたので、うん、はい、最後皆さんへ、まあ、一言、うん、そして告知をお願いします。はい、ありがとうございます。ですね、私はオフ会を月に1回やっていて、はい、ま、野球観戦をしたり、ま、ファンの皆さんと触れ合うオフ会をしてて、まあSNS で告知をしてるので、まあ、月に1回やってるから、ちょっと遊びに来てくれたら嬉しいです。はいはい、そう、次はね、うん、そうだね、2月のまだ決まってないから、うんうん、まだちょっと土日ですよね。土日、そう、日曜日かな、うん、多分、うんうんうん、そうやるので、もしなんちゃんも一緒にね、ゲストで呼べたら嬉しいので、一緒に来てもらって、ちょっと皆さんに来てもらえたら嬉しいです。ぜひ皆さんお願いします。はい、お願いします。あとラジオかな。あ、ラジオは FM 大白っていう、はい、仙台市の中の大白ってところのラジオ局で、はいはい、月に1回月曜日、第3月曜日23時30分からやっていて、はい、もしよかったらオンラインでも聞けるので。23時30分そう、23時夜だね。23時30分から あれですね、この番組見てもらって、うん、そのまま私も死ぬほど来ていただいて、はい、23時半までにご飯とお風呂を済ませて、23時30分からつけてもらえると嬉しいですね。いいです。全国どこでも聞けますか。はい、そう、アプリで聞けるんですけど、お、アプリがね、ラジコとかですかね。そう、あ、ラジコじゃなくてシンプルラジオっていうアプリで、はいはいはい、はい、聞けるので、もしよかったら聞いてください。はい、ぜひ皆さんお願いします。はい、何でもいつかそのラジオに出れるように頑張ります。あ、ぜひぜひ。あ、番組タイトルが忘れてた。はい、あ、お願いします。そう、菅原ありさんのみんなには絶対内緒だよ。可愛い。恥ずかしがるな、自分で言っといて。ちなみにこれ誰がつけたんですか。自分で。自分かい。みんなの秘密の話を募集して話すっていう番組なので、ランネも。じゃあランネいつかちょっと匿名で、はいはい、ピュンといきなり送ってみようかな。ぜひぜひ来るときは、うん、そうですね、はい、お願いします。秘密の話を用意してきてください。うわ、用意しなきゃ、今から秘密ちょっと作ろうと思います。はい、そして実はですね、まあ、本日2月5日なんですけども、ランネ今頃実はキャンプに行っておりまして、ちょうど宮崎キャンプに行っております。はい、なのでランネずっと告知をしているんですけど、2月の5日から2月の11日の間、新宿駅構内にてザ・旅館東京湯河原さんのポスターモデルとして、うん、PR モデルとしてポスターが B0 の大きさなんですね。ポスターが掲載されております。で、2月5日なのでもう情報解禁してるんですけど、こちら今ちょっとタイムリープが起きているので、ちょっとあの来年、今このラジオでは場所は言えてないんですけども、うん、来年の公式 X ではもう場所言ってるはずなので、よかったら、ランネ2月の7日までは帰れないので、そっちにそう、ずっと宮崎にいるので申し訳ないです。皆さん写真を撮ってランネに送りつけてください。投稿してください。よろしくお願いします。はい、ということで今週はアリサさんに来ていただきました。また絶対呼ぶので、その時は、はい、はい、また
でシーズン始まってここでやんややんやするかもしれないし、アリサさんめっちゃキレるかもしれないしねえしまんちとか言うかもしれないしね、それを期待してね、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは終わりましょう。本日のゲストはアリサさんでした。来週の放送もお楽しみに。それでは一緒におつらー。